よかったよね、うんうん、全部でいくらかかるんですか。やっぱり60万のまあまあパン、まあ、いろんなあったんですけどね、まあ順調で、うん、そうね、パン私も3ヶ月ほぼもう2ヶ月半で、これなんだ、いや4ヶ月、いやいや3ちょうど3ヶ月、うん、今回は3年、あ、3年住んでました、うん、ってことは3年になったら来たり来たり自由に自由に、うん、ね、あ、そうだね、ビザ取ってるからね、パン、だから、うん、お、はい、おでね、うん、こんな長く住むの初めてだね、うんうんうん、どうだったんですか。いや、どうだった、楽しかったけど、最初ほらロハンちゃんがね、他のことで分かるようになったじゃん、うんうん、すごいなと思ったよ、うん、まあ、言った後は寂しくなるんだけど、寂しくなるんですか？なるでしょう、やっぱり急に、うん、レモンサワーの代わりと早いね、PS が大丈夫、合わせますよ、今日はいいよはい、これまあ、高いうちに、どう、うん、美味しい、美味しい、うん、あ、やっぱ日本は鳥ですねでも今回神戸来るんですか、本当にどうしますか、うん、でもちょうど来るときお父さんあれなんですよ、私の誕生日ねそうか、そうそう、だから、うん、まあ、そんな、なんか無理して、私あんまサプライズ好きじゃないから、あ、そうか、お父さん、あの、私は何点ですか、100点何点で、なんかそうね、やってんの、もうほんと、どうでしたか、最初、外人の、いや、そういうの、そういう考えはないのよ、割と全然大丈夫でしたっけ、もちろん大丈夫、うん、はい、って言ってます、あ、はい、もうちょっと、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、2人とも仲良くやってるようだし、あの方が無難かな、うん、いけるね、大丈夫かよ、だってこういう家あんまないじゃないですか、あ、しかも、うん、たまにうるさいしね、手術でもう一回もらおうか、あ、うん、すいません、はい、これおかわり、おかわりありがとうございます、うん、飲まないとこの飲もうと大丈夫かと思うけど、まあ、ここで倒れたらね、お父さんいるからね、ダメだ、倒れちゃダメだよく言うよこれいい、あ、全然、もちろんもちろん、はい、お父さんのお金だからいや、そういう日本来るために、うん、株も頑張ったけですけど、うん、
この間負けたからお父さんもね、うん、すみませんお父さんいくらだったっけ120万円120万円うん、いいね美味しい、うん、ほんと酒飲みになってんじゃないかでもね、カントリーなんか見てるとやっぱりこういうんじゃなくてストレートで、はい、チクレート、うん、あれがかっこいいと思う日本人からみたいにお父さんが一番好きな酒は何ですかお酒は嫌いなのよ好きな酒ってないの本当嫌いなのお酒はよく言いますね本当にあ美味しいと思ったことないね今日は美味しいねお酒が、うん、いいかな無理するすいませんごぼうも嫌いじゃないと思うあ、いいですねでしょ、うん、なんかブサンのクッパンみたいブサンは家族で一番好きな食べ物は何だカルビだねカルビ同じ付きカルビは食べたあと、サムゲタンかなこれ、ユカ絶対好きそう、俺戦術じゃなくて戦略あしょっぱいでしょでも美味しい、うん、いや今日はやっぱお父さんと酒飲むから美味しいね、うん、いいかやっぱり25まで待つか何ですかプレゼントさお父さんもでも次3月だからねうんそれは倍返しちゃう株で儲かんなきゃな株で損してるからね2人どもね。いや最後にラスベガス行きますか。おーいいね。2人で金全部行きたい。もう1回で。いいねいいね。そうあそこは絶対もう1回行ってみたい。あれ何年前ですか。30年もないんじゃないですか。お父さん。いつの話ですか。だってもうそうだろう。はいなんか素晴らしく良くなってて自分が行った時は僕らがバーッて時代に行ってるからさ、ソウルオリンピックがどん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 近代化になったけどその前はさやっぱりだって。まあ今あるけど、ロットホテルのデッキ食べた最後はいはい、はい、やばらちゃんあー美味しかった俺撮ってたのいや撮ってないです踊ろうなんで撮ってんだこうちょっとさいや見て遅かったなあーちょっとおおなんだおおいたあどうもよOutside, but she just